今日はいなり寿司を作りたいと思います。しいたけと高野豆腐を水に戻す。そしてお御殿を使っていなり寿司の中身を作りたいと思います。いきます。小さく切ります。お湯をほかします。お水少し入っています。これぐらいですね。お砂糖を大さじ2杯くらい。で醤油を入れます。そしてみりんも大さじ1杯入れて、コトコト炊きます。鍋にお砂糖を大さじ2杯の分を入れます。そしてお豆腐は必ず出汁の中で炊かないと溶けてしまうので、最初に出汁を作りました。砂糖とみりんと出汁醤油、もしくはお醤油だけでもとても美味しいと思います。こちらの厚揚げもだいぶ色がついて美味しそうになってきました。高野豆腐は8分ぐらい炊きます。汁気がなくなるので煮詰めます。こちらも綺麗に炊けたと思います。汁気もなくなってます。あったかご飯に寿司の具をかけます。Thank you.
ご飯に混ぜました。